じゃあこんにちは、ゆたかさん、はい、今日のネットの記事を見て、びっくりしました、はいはい、これ、巨人の阿部2軍監督が1軍作戦コーチに配置転換、もう今日から、まあ、配置転換、うん、どう思う？何が起きたんだって、まあ、スクランブルだよね、もうね、はい、うん、やっぱり新之助の能力ってさ、はい、やっぱ高いし、はい、まあ、例えばバッティングだったら率残すこともそうだし、ホームランを打つこともそうだし、まあ、勝負強かったよね、はい、だからまあそういうところで、まあ、注入ということだろうね。だからまあ作戦っていうのは本木がいるし、そうですよね、うん、だからそんなに、まあ、監督、本木、新之助、はい、まあ、3人で開業してることは試合中はあんまりできないと思うんだよね、はい、だからまあ主におそらくバッティングを見るんじゃないかなっていうような気はするんだろうけどね。主にバッティングの方、バッティングを多分見るような気がするよ。例えばあと今キャッチャーが、まあ、大城選手がファーストで、うん、そのバッティングの方に行っていて、うん、小林選手が、ま、あの、まあ、マスクかぶってますけど、うんうん、そういうところでの何かこうちょっと今アドバイスとかも、まあ何でもアドバイスをするよね、気がついたことは、うん、で新之助ってやっぱこうキャッチャーとしても優秀だったし、はい、まあ、バッターとしてももちろんそうだし、はい、でまあ、指導というのは、まあ、厳しさもありながら、はい、まあ、情の厚いやつだからね、はい、だから俺はうまく回ると思うよ。それと、はい、やっぱこう1年間ずっとさ同じことを聞かされてるっていうよりも、うん、やっぱ刺激っていう意味では、はい、まあ、耳新しいというか、うん、やっぱ新之助っていうのはそういうものも持ってると思うし、だからそういうことに期待をしたんじゃないの。まあ、気分転換みたいな、まあ、気分も変えられる、まあ、雰囲気も変えられるということだよね。ただこれ例えば今巨人が圧倒的に首位を走っていて独走だったらこれはしてないですか？多分してないよね。やっぱりさ、いい時ってなんか物も動かしたくないよね、はい、いい時ってなんかそのルーティンがあって、はい、変えたくないよね。なんなら同じ服を毎日着て、はいはい、同じパンツ履いてみたいな、うん、そういう心境になると思うんだろうけど、でもやっぱもうそういう状況ではないし、はい、だから何かこう新しいこと、新しいこと、うん、新しいことって気持ちが新鮮になるじゃない、はい、まあ、例えば新しい服を買った、うん、外に出る、なんかこう新鮮じゃない。服で、あの車だってそうじゃん、はい、新しい車に乗り換えた、うん、なんか楽しいじゃない。そうですね、気分的に。そうそうそう、まあそういうこう気分的な狙い、そういったものもあるよね。ただもうこれ20試合をもう切っていて、うん、こうなってくるとそのベンチの中にコーチ陣の人数が結構多くなる。まあでも入れるコーチは練習の時は別だけど、はい、ベンチに入れるコーチは決まってるからね、まあ、そうですね、人数はね、うん、だからそんなに負担にもならないし、ただもうジャイアンツは、まあ、今日から始まるヤクルト戦、はい、これいっぱいでもするとさ、もうほとんどないと思うよ。そうですね、3連勝してまた芽が出てくるかなって、多少そうですね、うん、ぐらいでもう本当に負けれない状況なんで、うん、まあ、気分も一新ということ、うん、まあ、それとやっぱりさ、ジャイアンツって、まあ、伝統とやっぱそこの球団に入ったとしたら、そういう精神が注入されていくと思うんだよ。だからよく見るとさ、はい、移籍組をこうやって使ってたけど、はい、最近では丸しかいないんだよね、移籍組が。あ、まあ、例えばピッチャー、まあ、菅野が投げる、小林、うん、まあ、大城がファーストに入る、はい、吉川、岡本、坂本、松原、松原でセンター丸、はい、でライトに、まあ、若林使ったりだとかさ、いろいろしてるけど、結局そうなってくるんだよね。そうですね、うん、やっぱ負けられないっていうことを入団時から注入されるんだよね、多分雰囲気的に、うん、まあ、移籍組っていうのをさ、自分のその位置を確立するために自分のことを一生懸命やる、はい、じゃないとチームメイトとして認められないというところもあるしさ、だからそういう精神を考えると阿部慎之助っていうのは、はい、やっぱこうそういう生え抜きですぐ2軍の監督をやり、まあ、ファームの選手も見て、はい、でそこから吸い上げられて1軍にいるよね、はい、今のところ。でその若手を、まあ、ベテランっていうのはさ、もうそんなに言葉いらないと思うんだよ、うん、でも若手がやっぱこうサブメンバーがいかに充実をし、やっぱこう取って変われるっていうのをパッと変えた時に働けるかっていうことをやっぱよく一番知ってるのは新之助だと思う、うん、だからそういう意味ではやっぱ言葉もそうだろうし、そういうところの狙いもあるよね。
で、しんのすけも生え抜きだし、はい、だから負ける怖さと勝たなきゃいけない使命感、はい、そういうのはやっぱ強いと思うんだよ、原監督と同様ね。そうですよね。ということは、あのベンチの中でやっぱり積極的にその選手とかに今のバッティングとか今の攻撃とかそういうのをどん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 やっぱり言っていくんですかね。試合中はしんのすけのタイプはやらないんじゃないかな。まあ、よっぽど目についたら言うかもわかんないけど、はい、やっぱりしんのすけはゲームに入ったらもうそこに集中させるタイプだよね。あ、そうなんですね。終わってから呼んで言ったりだとか、それかもう試合前の練習の時に入念にチェックをしとくとか、はい、そういうことはするだろうけども、試合中はもうスタート切ったランナーに伴走みたいなのして、おい、こうなってるからもうちょっとこうやって腕振れよとか言えないと思うんだよそうですよね。もうね、まあでも新之助は俺はそういう意味ではいいと思うよ。あの元木が盲腸でちょっと離脱した時に、はい、うん、はい、まあ、ヘッドコーチとして入り、まあそれなりの成果も上げたと思うしね、はい、だからそういう意味では新之助は俺は期待してるけどね。じゃあこれ原監督はどんな言葉をかけて阿部さんをちょっとっていうふうに呼んだんですかね。どういうことを そして期待してるんですかね。まあ、それとやっぱり原監督の次は新之助だっていうふうに思ってると思うしね、はい、まあ、そういう路線っていうのは原監督が引いたからさ、うん、それに一軍も経験させながらみたいな、うん、そういうこともあるんだと思うけどね。そうですよね、うん、でも本当にもうこう切羽詰まってるし、もう落とせないからっていう、やっぱりその思いも多分阿部さんはね必死にこう伝えてる。いや、やっぱこんな時ファームの日程がほぼ終わってるからさ、はい、いやこんな時呼ばないでよと思うかもわからないけども、はい、やっぱそれだけやっぱ新之助のその能力っていうのを高く評価してるということだろうね、あの原監督がってことですよね。これに伴って1軍の石井総合コーチが3軍のコーチに配置転換されて、うん、二岡3軍監督が、まあ、2軍監督代行というふうになるんですけど、うん、これも なんか、まあまあ、相川とか1軍のバッテリーコーチを、はい、まあ、そういうような配置転換したりだとか、まあ、いろいろすることによってそのコーチの気分転換にもなるだろうし、まあ、いろいろやってたことが気がつかなかったことが単語に落ちることによって気がつくとかさ、まあ、いろんな狙いはあるよね、うん、ただやっぱり石井拓郎っていうのはジャイアンツではプレーしてないわけよ、はい、まあ、相川だとか、他の人間はジャイアンツでプレーをしてる、例えば村田修一だってそうだよね、はい、してるからその精神っていうのは分かってると思うんだけど、やっぱコーチだけで入るとそこら辺は欠落してる部分もあるかもね。まあ、なんかそういう部分でもしかすると何かあったのかなとか、うん、まあ、何かあるって、まあ、何かないとさ、はい、やっぱこうなんていうの、何かないとっていうのはもう極端に打てなくなったよ、うん、で極端にホームラン数が最近減ってる、はい、まあ、そのことによって試合展開も重い、まあ、ジャイアンツはもう常々言ってるけどホームランで勝つバッターあのチームだから、はい、だからホームランが出ないとやっぱりゲーム展開って重いよね。厳しいですよね。いや、 やっぱつなげないもんなかなか、はい、つながっていかないから、うん、だからそういう意味ではつなぐ打者、はい、石井拓郎だったのをね、コーチをホームランを打ってきた新之助に変えたっていうことにすれば、はい、腑に落ちんじゃない。そうですね、今のだからホームランの打ち方なんてないよ、はい、ね、それはある、まあ、言えばそのなんていうの、アッパースイングっていうかさ、うん、そういうことも含めてあるけども、うん、ホームランの打ち方、角度の上げ方ってあるけども、やっぱ新之助の言うことっていうのはやっぱそれなりの説得力を持つと思うよね。そうです、打ってきただけにね、うん、うん、あと今現場にいるその選手たちともやっぱりより近いというか、いや、まあ近い近い、はい、うん、だその分気持ちも多分分かるでしょうし、まあリーダーでやってたしね、まあ、引退試合でも新之助がね、うん、ホームラン打った時にベンチが 全員が喜んだという、まあ、そういうことも含めて、はい、やっぱ兄貴が帰ってくるっていう、うん、まあ、原監督はもうみんなからすると親父っていう感じ、はい、だけど兄貴が帰ってくるっていう感じ、まあ心強いとは思うけど ね、 そうですよね。だから他に言えないことを生え抜きだから、うん、新之助も新之助には腹割って話すとかさ、はい、そういうこともあるだろうし、はい、これはもう期待するしかないよね。いや
いやもうそうですね、残りだから20切ってる中でなんとかしてみて、しんのすけ大変だと思う。いやもうファンの最終戦見てたけどさ、立てれしてもうほっとしたような顔してたけどね。まさかね、まだ続きが。で挨拶すんのかなと思ったら湯浅がしてたからね、挨拶もう疲れ切ってたよね。もういやそうですよね、うん、ただもう一仕事、大仕事がこれで安倍さんにも残ってる、まあそうだね、ということで、だからまあこれでね、はい、まあ、いい位置に行くとか、はい、バッティングが向上したとか、うん、はたまたも逆転したとか、はい、そうなってくると新之助の評価っていうのはもうさらに上がるしね。これが悪くて低迷したって、うん、まあ、このまま3位で終わったとしても、はい、何も傷つくことはない。まあ、そうですよね。そうそうそう、うん、だからもう思い切ってやってほしいけどね。そうですね、これもしかするとクライマックスだったり日本シリーズにも安倍さんは入ってくる可能性は全然ある。 あるんですね、やっぱり。それはあるある。いやもうこれから外さないと思うよ、新之助を。あ、もう最後まで一緒にもう一丸となっていく形ですか、ね。いやもちろんもちろん、だからそこら辺の、はい、まあ、成果というかね、まあ、やっぱり新之助っていうのは勝負強かったしね。なぜ勝負強かったかっていう根拠はあるはずなんだよ。やっぱ打席での考え方だとかさ、はい、そういうものをこうレクチャーしていくというかね、うん、まあ、そういうことをやっていって行けば、はい、まあ期待はしたいよね。いやそうですね、まあ、ジャイアンツってお前なんかジャイアンツに忖度してるっていうコメントあるけどさまあふざけんなって、ね、忖度してんじゃねえ。俺巨人を優勝にしてるから、そうですね、巨人が下手ったら困るんだよって。いやそうですよ、何が忖度でボケるって。その方が周りからつつかれますからね。そう、何言ってんだ、もう手のひら返したのかって、うん、やっぱ巨人は最後までお前応援しないと、俺巨人が優勝するって言ったんだから誰が忖度やねん。忖度して俺何の得があるんだって。ボケ、何もないですよ。いや本当に、ま、いやだから安倍さんも来たし、なんとかね、本当予想通りに巨人がもうなんとか勝ってくれないと、豊さんのね解説のあれにも変わってきますからね。そうそう、まあまあだからといって、はい、阪神とかヤクルトを、うんうん、あの非難するわけじゃないけど、もちろんです、もちろん。ヤクルトは本当に頑張ってるしね。いやすごいですよ、本当に。あのチームの雰囲気、はい、まあ、12球団で今一番いいよ、オリックスと並ぶぐらいですよね。あ、うん、で阪神は苦しい中ね、はい、まるで一人で頑張ってたけどこの前、はい、いやだけど早く出てくるよ、ああいうマルテの姿を見たら、うん、他の選手が、そう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 、うんうん、だからまあ他のね、はい、もう本当にいい戦いを俺期待してて、別に巨人に忖度してるわけじゃないし、ね、本当ですよね、もうふざけんなってお前。ちょっと今日はねご立腹の豊かさんでしたけど、いやいやもう出てこいって俺話つけてやるって本当にこうなったら、いや本当にこうなったら、そうですよ。でもまあとにかく今日から安倍さんも、うん、まあそうだね、そうベンチに来ますし、いやそれでね、まあ、今日から巨人はもう大変な戦いになるよ、はい、それと巨人はもう必死な戦い方をするよね、ヤクルトに対して、はい、でヤクルトもそれを受けて立つ、うん、でヤクルトが大変なのは巨人の後阪神なんだよ。対戦成績がちょっと悪いんだよね、はい、この上位2チームに関してはね。だけど首位を固めるにはここの6連戦を5割以上勝ち越さないとまだ団子になるよ、分からなくなる。ここで4勝2敗とかになってくると、はい、まあ、ヤクルトがもう優勝するよね、5勝1敗とかになってくると。だからこの6連戦そして来週がもう本当に山というか、いや山だよ、もう本当に山だと思うよ、はい、それと巨人はここでヤクルトに負け越すようなことがあったとしたら、はい、もうクライマックスの準備を始めた方がいい。あ、もう3位から上がっていくシミュレーションを し始めた方がいいよ。切り替えた方がいいってことになりますね。あ、絶対そうだよ。いやだから本当に今日からあのこの、ね、6連戦が、いや見逃せないよ、なりますよね。そしてベンチでの、安倍さんのそのね、まあ、動向と、ベンチはやっぱこう静観に見つめてるよ。あ、ね、で見つめてるけども練習の時、はい、見えない部分ですごくこう活発に動いてるはずなんだよね。そこですね、うん、じゃあちょっと本当に見逃せない戦いを、いやもうヤクルトも必死だしね、はい、いや面白い試合が見れると思います。楽しみにしたいですね、はい、はい。